実は、冷えピタを貼るだけで、お腹、背中、太もも、一気に解消する方法、紹介します。冷えピタだけなんてありえない。ただ、僕が120キロから痩せた時に使っていた、冷えピタを正しく貼って痩せる場所3選と、動画の後半には、冷えピタを貼る NG ポイント3選、紹介をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、まず、冷却シートは痩せるというお話をしていきます。それはホメオスタシ があるからなんです。 このホメオスタシスというのは外の温度が変化しても体の状態は一定に維持できるという能力のことです。例えば僕たちの体の体温は36度程度に保たれていますよね。外が暑い寒いにかかわらず体温は一定ですよね。すごく当たり前のように思われますがもし体温を一定に維持しようとする機能が働かないと体に熱がこもったままになり脳がうまく機能 しなくなってしまいます体温が高くなったら体温を下げるために働こうこれがホメオスタシスを保つために脳にインプットされている働きなんですこのホメオスタシスが崩れるとどうなるのかというと自律神経の交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなりますそうなると先ほど挙げた体温を例にとるなら体温調節がうまくいかなくなって冷えだったりのぼせの症状が 出てくるんです特に日本は寒暖差が激しい時期がありますから体が寒暖差に対応しきれず体調不良を引き起こすことがあるんです常に正常なホメオスタシスを維持するために自律神経は24時間休まずに勝手に働いてくれるんです日中になれば動くために交感神経が働きますし寝る前にはリラックスするために副交感神経が働く寝ている時にも無意識に呼吸が続く 多少の暑さ寒さっていうのの温度変化があったとしても寝続けられるのは自律神経がその時々の体の状態に応じて対応してくれているからなんですそのため自律神経や脳の状態睡眠の質を良くしていくために冷えピタを使っていくということがすごく重要になってくるんですなのでここからは冷えピタを正しく貼って痩せる場所3選紹介をしていきますまず一つ目は勝手に基礎代謝 を上げる場所それは肩甲骨肩甲骨の前には心臓がありますよね心臓はもともと体の中で体温が最も高い部分ですなのでパソコンののバッテリーのような部分ななんですねなのでここの部分があったかくなりすぎると血流が良くなりすぎたりとかパソコンのバッテリーのように処理速度が落ちて負担がかかって疲労感が強くなったりめまいや倦怠感の原因になるんですな なのでこんな時に肩甲骨の後ろ側に冷えピタを張ることによって心臓をある程度冷やしていたりとか血流を調節することによって代謝を上げていくということができるんですこのように肩甲骨の部分を一時的に冷やすと体温を上げたり下げたりの調節がうまくできるようになります ますこの時に体温が1度上がるだけでも基礎代謝は12%向上しますから代謝を上げてダイエット効果まで発揮してくれるんです続いて2つ目嫌でも脂肪燃焼する場所それは脇の下褐色脂肪細胞を活性化してくれます脂肪には白色色脂脂肪肪細細胞胞と褐色脂肪細胞があります一般的に体についている脂肪というのは白色脂肪細胞を指しますししかし 白色脂肪細胞は食べ過ぎたエネルギーを中性脂肪に変えて体がエネルギー不足になった時に貯めておくという働きがありますからダイエットをする時にあまりいい印象ではないですよねただもう一つの褐色脂肪細胞は余分な脂肪を分解して熱を発生させてエネルギーを燃焼してくれるという働きがありますなのでダイエットにおいては嬉しい働きがありますしかしかこの褐色脂肪細胞は年齢とともに減 し特に40代以降はかなり減ってしまうということがわかっているんですね例えば新生児の時には 100g ほどある褐色脂肪細胞は成人の頃には 40g まで減っているとまで言われているんですこの褐色脂肪細胞は肩甲骨周りやこの脇の部分に最も多いというふうに言われていますからこの脇の部分に冷えピタを貼っておくことによって褐色脂肪細胞を活性化したりとかリンパの流れというのもよく なってきますからむくみの解消にもつながっていきます続いて3つ目食欲が驚くほど収まる場所それは おでこ前頭葉を調節すすするるここことががででできるんです熱が出た時におでこにおピタ貼りますよねこれが普通の貼り方だと思うんですが実はここのおでこに冷えピタを貼るというのは食欲をコントロールして脳を騙すということができるんですね例えば甘いものを食べたいと思っている時には僕たちの脳の前頭葉という部分は欲望でパンパンになっている状態なんですねでそれがいろんな記憶と結びついて あマック食べたいな、えー、甘いチョコレート食べたいなっていう風に勝手にもう思ってしまってその時には脳はもう熱く熱くなななっっていてていいい我慢でできない状態になっているんです例えばお酒を飲んだりとかですねストレスが溜まってイライラしている時っていうのは脳が熱くなってますから食欲が上がってしまうっていうことありますよねなのでそんな時にですね実際にですねタフツ大学というところの研究でもこのおでこをですね トトントン叩くくだけでで食欲が下がが下っってていいいよととうこかるんですね実際にこのタウツ大学の研究では5本の指をですね軽く広げて1秒間隔でおでこをトントン叩き続ければこの意識っていうのが食べたいっていう方ではなくトントンの方に行くっていうふうに言われているので3秒から30秒ほど叩くことによってですね20分ほど経てば落ち着いてくるということが分かっているそうなんですね。なのでおでででおこを叩く方法でもいいんですが このおでこにですね。冷えピタを貼っておくことによって、食欲を抑える効果があるということなんですね。ではですね。この冷え、ピタを貼る時の ng ポイントを3つご紹介をしていきます。 一つ目、お腹の周りは NG です。お腹の周りはですね、もともと脂肪があるから、じゃあここ燃焼したいからと思ってですね、冷えピタを張ったらですね、逆にこうお腹の脂肪っていうのは、焼肉の時の牛脂みたいなもんなんで、冷えていると固まった状態になって燃焼しづらくなるんですね。本来はお腹周りっていうのは温めていく必要がありますから、ここを冷やしてしまうのは NG なポイントとなってきます。また、お腹が冷えるとですね、便秘だったりとか、痛み を起こしやすいとも言われていますし大きな血管が分かれている部分なのであまり冷やすというのは効果的なことではないんですねどっちかというとですねお腹周りというのは回路などを張ってですね温めるポイントとなってきます続いて2つ目は汗をかくときには張らないようにしましょうこれからですね脂肪燃焼していくっていう時に汗かいてオメオスタシスが働いて汗かいてくるじゃないですか汗をかいてそれがですね蒸発することによって僕たちの体温は下がっていくんですが その時に冷えピタがあると邪魔になっていってですねこの皮膚のところに炎症が起こるということがありますから痒くなったりすることもありますので実際には日中にはあまり貼らない方がいいということなんですね日中にはですね熱中症対策として冷やしていくっていうことが多いじゃないですか食欲を抑えていこうと思うとおでこだったりとか脇の部分ですね合わせて冷やしていただくとより効果的になるというふうに考えますので寝る前とかですね夜に貼るようにしていただくと より効果的になるんじゃないかなと思います続いて3つ目皮膚に異常がある場合は NG となります先ほどと同じようにですねもともとこうおでこにですねできものがあったりとか例えば脇が,があったりとかですね汗をかくところの肝腺がですね自律神経を乱してしまうということがありますから貼る場所に異常がある場合は貼らないようにしましょう今回は冷えピタを正しく貼って痩せる場所3選と貼る時の NG ポイント3選についてお話をしていきましたじゃあ貼ったから確実 脂肪がが減るとといいうこでではないんですがダイエット効果を高めるために今まで考えたこともなかった方法というのを少しずつ試していくことによってダイエットは驚くほど簡単に変わってくるということを僕は実感していったのでこのチャンネルでは緩くダイエットだったり健康になるために大切な方法というのを配信していますからぜひご興味のある方を見逃しないようにチャンネル登録していただいたりこの動画が良かったら高評価やコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた明日 バイバーイ。